東京リベンジャーズ誰のある日の日常全4問ネタバレ注意スタートです。第1問、朝ごはん食べたら〇〇からメールが来てしばらく幸せに来たる。数学の授業についていけなくて先生に叱られ追試に。昼休みはあっくんたちとサッカー。帰り道は〇〇と一緒にデート。駅前でブラブラ。寝る前に〇〇とお休みメール文章を悩みすぎて寝坊し、翌日先生にまた叱られる。まあ誰でしょう。答えは花垣竹道でした。第2問、起きてペケジェイとお風呂に入って、ペケジェイと戯れてたらお昼になってたから学校を諦めて竹道んちに直行。お腹が空いたから冷蔵庫を開けたら俺のって書いてあったミルクレープがあったから勝手に食べる。気づいた竹道に決闘を申し込まれて、ゲーセンの格ゲーではめたら逆ギレして泣いたから、さすがに帰りにチョコパを奢った。は誰でしょう。答えは松の千冬でした。第3問、カズトラが持ってきたファッション誌にかっこいいアロハシャツが載ってて、売っているお店へ、かっこ代官山めっちゃおしゃれってカズトラと盛り上がり、色違いのおそろを購入。東満幹部会に来ていったらみんなにチンピラコンビって言われた。悔しい。雑誌で見た時はイケてたのにな。なんでだろう。は誰でしょう。答えは林田春樹パーチン。なぜだーですね。第4問ラストです。〇〇と一緒に投稿。勝手にプリンを食べたことをぐちぐち言われる。授業は真剣。算数のテストで満点を取る。昼休みは本を読みながら給食を食べる。帰り道は本屋に寄っていく。スマブラで〇〇にコテンパンにされ悔しくてふてね。答えは橘直人でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題を提供させていただきます。また見てね。バイバーイ。